皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。エレキギター初心者さんはこの辺押さえておけば OK みたいな話をさせていただこうかなと思ってるんですけれども、まあ、やっぱこう楽器ってこのコツというかちょっとしたこう Tips みたいなのがありまして、なんかその辺押さえておくとね、かっこよく聞こえたりとか上手に聞こえたりとかするよみたいなのがあったりとかするわけなんですよ。まあその辺の話をつらつらーとさせていただこうと思っておりますので、まあのんびりと楽しんでいただけたら嬉しいなと思っている次第でございます。今回の動画はブリッジミュートをテーマにお話しさせていただこうと思うんですけども、ブリッジミュート、まあ皆様ご存知ですよね。右手の側面をこのギターにボンと乗せてズンズンって言わせる奏法でございます。まあ、こんな感じのやつなんですけれども、まあ、皆様ご存知かと思いますけど、このブリッジミュートってなかなかね奥が深くて、いろんな生徒さんとかいろんな演奏動画とかを見てると、やっぱりブリッジミュートが甘いとだらしなく聞こえちゃうし、逆にすごくシンプルなフレーズでもブリッジミュートがしっかりしてるとめちゃくちゃメリハリが効いてコントラストがバッチリついてて、なんかそういうこのバキッとしてかっこよくなったりとかするんですよ。まあ、この辺をねしっかりこうチェックしていこうという趣旨の動画でございます。ぜひ一緒に練習していただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。まず一緒に、ギターを持っていただいて、まずパワーコードから練習してみましょうか。人差し指で6弦の5フレットを押さえて、小指で5弦の7フレットを押さえてください。小指はこれ、薬指でも代用可能です。どっちでもいいです。ただ僕は個人的に小指がおすすめです。で、人差し指と小指が、この5、7フレットを押さえて、右手がブンってやると、まあ、こんな感じの音がすると思うんですけども、これがいわゆるブリッジミュートをしてないナチュラルな普通のジャーの音です。で、右手の側面をくっつけて、ズンってやると、こんな感じでブリッジミュートの音が出ると思うんですけども、やってみましょうか。まず、ジャーの音。で、ズンと。ポイントとしては、このズンっていうこのね、音程、ジャーってものが、ズン、ズン、ズン、くらいで止まる感じ。この右手が、左側、まあ、つまり僕の体側に寄りすぎると、弦の振動を止めすぎちゃって、音程が出てこないんですよ。かといって体の外側、僕から見て右側ですね、向こう側に行きすぎると弦が止まらなすぎて普通のジャーと変わらないんですよ。このジャーがちょっとこのエッジの効いたズンに変わるところ、ここを自分の音をよく聞きながらこのポイントを探ってほしいです。ジャーとズン、とりあえず練習フレーズで、ズンズンジャー、ズンズンジャー、ズンズンジャーで言ってみましょうか。2回ブリッジミュートをズンズンとしたら、ジャーと弾く。ズンズンジャー、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 ズンズンジャー。この5段のパワーコード。こんな感じで弾いていきます。で、何度も言うですけども、このズンの時に、ジャーンと音が鳴っちゃったりとか、もしくは音を止めすぎちゃったりとか、またもしくはこのジャーって弾かなきゃいけないところをズンズンズンっていっちゃったりとか、しっかりとズンの時はズン、ジャーといく時はジャー、このコントラストをつけていけたらすごく嬉しいところでございます。うまくいかない方はですね、もうちょっと細かく細かくいきましょう。うまくいかない方はですね、この手首とか肩とかに力が入ってしまっている方がほとんどというかすごく多いです。この手の側面の皮膚、ここが弦に触ってればいいので、ぐっと押さえつけたりとか肩でこう押したりとかする必要ないんですよ。本当皮膚が弦の上に乗っかってるというか、本当ね触ってるだけって感じです。こっからぎゅっと奥にこの力を押し付けてしまうと、まあ、単純に手が疲れるっていうのもあるし、弦が押されることによってピッチ音程が変わっちゃったりとかするんですよ。そうするとまたこうね、この音のバランスが悪くなったりとかするので、このズンの時は軽く乗せてるだけ、弦に触れてるだけ、この右手の側面が触ってるだけ、触れてるだけ、置いてるだけ、ふわっと。こんな感じで。
で、ジャーと弾くときはしっかりこの手の側面を離して、ピッキングをすると。で、ジャーに行くときも、皮膚が離れればいいので、思いっきりバーンって手を離したりとか、力を入れたりとかするわけじゃなく、皮膚がうっすら離れる。こんな感じです。で、これ何回も何回も繰り返して、自分の音をよく聞いて、しっかりこのメリハリのあるズンズンジャーができるようになるとすごくいいのかなっていうところでございます。何度も言うんですけどね、自分の音聞く、これすごく大事です。自分の音をよく聞く。かっこいいズンが出てるだろうか、歯切れの良いズンが出てるだろうか、しっかりとこのジャーンとオープンに弾けてるだろうか、ビャーンってこうコントラストつけられてるだろうか、この動画の音と、もしくはその憧れのアーティストと好きな CD と、聞き比べた時に同じ音がしてるやろか、同じような音がしてるやろか、うん、自分の音どうやろか、うん、OK みたいな感じそんな感じで自分の音をよく聞いて、ちょっくら判別をつけていただけますと、幸いでございます。で、これをですね、ちょっといろいろと難しいパターンも言ってみましょうか。今、ズンズンジャー、ズンズンジャーと言って、ジャーの後に間がありました。ズンズンギャー、ズンズンギャー、ズンズンジャー。このジャーの後の間が狭くなると、ぐっと難しくなります。次にやってみたいフレーズとしてはこれ。ジャーツンズンズン、ジャーツンズンズン、ジャーツンズンズン、ジャーツンズンズン。同じさっきのこの5弦のパワーコードで、どうでしょうか。やってみて、早速できますでしょうか。ジャンズンズンズン、ジャンズンズンズン。右手のこのピッキングの速度は8分音符っていう音、あの速度なので、ずっと一定です。さっきみたく、ジャー、ズンズンズン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 、ジャーじゃなくて、ジャック、クック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 、ずっと同じリズムで。繰り返していきます。こうやった方が全然難しく感じると思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、上手に弾ける方もいらっしゃるかもしれませんけれども、難しいな、なかなかメリハリつけられないなという方をですね、すごいゆっくりにして、とてつもなく丁寧にやるところから練習していただけたらすごく嬉しいなと思います。で、こういうフレーズね、エレキギターを弾いていれば必ず出てくるような超絶お約束ブリッジミュートパターンだったりとかするので、ぜひともですね、こういったところですね、しっかりと、コントラストつけて、メリハリをつけて弾けるようになると、一気に今まで弾いている曲とかですね、今練習している曲とかのこのかっこよさがバーンと、ぶち上がるので、ぜひ練習していただけたら嬉しいなというところでございます。はい。とりあえず今回ブリッジミュートに関しては以上となりますけども、いかがでしょうか。もしこれ以上何かご意見ご感想リクエストその他もろもろありましたら、ぜひお気軽にチャットに残していただけたらすごく嬉しいなというところでございます。もしね、要望があれば、初心者さんはこの辺気をつけろシリーズとして、まだ別にいろいろとね、ミュートとかピッキングとかフィンガリングとかやってみようかなと思っておりますので、よかったらいろいろとリクエストいただけたら幸いでございます。それでは今回の動画は以上となります。最後にちょっとお知らせでございますけれども、私、滝沢勝成、神奈川県は相模原というところで、歌いすとカフェという店舗を持ちまして、マンツーマンギターレッスンなどをさせていただいております。現地に来ていただいてね、対面でのレッスンも OK ですし、スカイプを使ってね、全国どこでも、レッスンが受けられるなんていうこともやっておりますので、ぜひともですね、こういうブリッジミートのね、テクニックもうちょっと詳しく教えてほしいなとか、もっとこれ以上難しい、その先のテクニックとか教えてほしいなとか、そういったことがありましたら、ですね、ぜひバシバシと相談していただけたら幸いでございます。概要欄の方に、レッスンの概要を載せておきますので、よかったらチェックしていただけますと嬉しく思います。よろしくお願いします。とりあえずまあそんなところでございましょうか。あとはまあなんかいろいろとコメントいただけたら幸いです。うまくいかなくても着々と毎日頑張って続けていれば必ずうまくなりますので、頑張って練習してみてくださいませ。はい。それでは今回は以上となります。頑張って習得していただけたら嬉しいです。それではまた違う動画いたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。